いや、このコーヒー屋行ったらびっくりした。これ、この本欲しいな。ああ、でもベトナム語で書いてある。読めはしないけど。うわ、僕が持ってたカメラ、キャノンのカメラ、絶対これ入ってる。うわ、こんな奇跡ある？ほんと奇跡すぎてびっくり。これかな、多分これ。なんかちっちゃい気がするけど。すごい、2004年のカメラ記事が。なんでこんな本が逆に、しかも一番上に置いてありました。ここに。他にもまだ席いっぱいあったけど、しかもプレミアプロの前のやつとか。うわ、ちょっと感動がすごい今。当時1万円、やっぱそうですよね。僕もそんぐらいで親が買った気がします。10万円ぐらいでした。すごいな。そして音響も、音響を使っていて